こんにちは、ひのえです。うちの視聴者さんや、うちに施術を受けに来てくれるお客さんの年齢層が、40代から50代の方が非常に多いんですけど、年齢を重ねてくると、特に女性は骨盤底筋っていう骨盤をキュッと引き締めてくれる筋力がですね、低下してる人が多いんですよ。骨盤底筋が低下してくると足の筋力も弱くなったり、お腹の筋力も弱くなったり、女性で言うと子宮周りを温める能力も低くなったりで、女性ホルモンの分泌がなくなったり、体に様々なトラブルが生まれてくるんですよ。さらに骨盤底筋が弱くなると骨盤の歪みを生んで体の姿勢まで悪くなってきて、見た目の老化にもつながってきますので、今日は骨盤底筋を引き締めるエクササイズをご紹介して、若々しいお体と健康なお体を手に入れていただきたいと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。それではまず最初に、このように野球のキャッチャーのような体勢を作ります。このまま両左手を置いて、膝をパカパカパカとこうやって膝を動かしていきます。40秒いきます。ございます。はい、よーい、スタート。こうやってグッグッグッと膝をパカパカすると、これができないっていう人は相当弱ってますね、下半身の筋力が。で、骨盤底筋って骨盤の下に筋肉があるんですけど、これが弱くなると内転筋っていう内ももの筋肉が弱くなって、足の形も悪くなったり、そして骨盤が前傾しやすくなって反り腰やぽっこりお腹にもつながるので、内転筋めちゃめちゃ重要なんですよ。そして骨盤底筋なので、これは今内ももと骨盤底筋にアプローチをしてやっております。とても軸となる部分ですね。そうです。はいはいはい、40秒経ちました。 OK、 よし。そしたら今度はこのように四つん這いで膝を開きます。足もこう開きます。このまま軽く後ろに引いたら前までギュッといく。この時お尻の穴を締める。引いてお尻の穴を締めに、この動きを40秒いきます。数えます。よーい、スタート。軽く後ろに引いて締めに行く。お尻の穴が締まる感覚がわからないって人多くないですか？そうですね。だからこう締めに行くときに、ヘイッと言ってみてください。そしたら締まるようになるよと。ヘイッ、内ももをキュッと締める。ここで確かにお尻の穴をグッと締める意識よりも内ももを締める意識だと締まりますね。内ももをキュッと、もう膝と膝をくっつけるようなイメージ。もうそこから動かさないけど、トーンとこんな感じです。うわ、すげえいい例え出ました。トーン、どの例え？今のその内ももをつけるイメージ。あ、トーンの方じゃなくて。トーンは全然参考にもならなかったです。はい、40秒経ちました。 OK。 そしたら今度は後ろに手をついて足を伸ばします。つま先をパッと広げちゃう。そのままお尻をキュッと上げて穴を締める。で、戻す、締める、戻す。これを40秒いきます。いきます。よーい、スタート。締めてあげて、戻してあげて、締めてあげて、戻してあげて。戻してあげての、あげてはどういうことですか？締めてあげて、戻してあげて。戻してあげての、あげては上じゃなくて、締めて、両方を締めてあげて、戻してあげて。日本語って難しいですね。頼んでるような感じの。何々してあげて。そうそうそう、戻してあげて、締めてあげて、戻してあげて。これもまた内ももをキュッとつけるイメージでやればいいですね。そうですね。でもこれはお尻を締める感覚はすごいわかると思う。ビーンって感じになってくるね、今。ビーンって感じをイメージを持ちながら。そうです。やってる人はわかると思う。はい、40秒経ちました。OK。そしたらこのまま手をついたまま足を軽くこう広げて閉じて、広げて閉じてやっていきます。40秒いきます。いきます。よーい、はい、スタート。ちょっとね、後ろに倒れながら、倒れないように。手で支えて、足をちょっと上げて、広げて、閉じて、広げて、閉じて。まあこれだったらかな、多分。あれですね、手がちょっとしんどいよって人は、まあ壁に寄りかかりながらでも、そういう風に上げれれば。これ、しんどいかな。僕は足が重いんですよ。ああ。はい。まあ動きとしてはすごくシンプルですね。そうです。はい、足が重くてきついよっていう人はこうやってこんな感じで。なるほど。やばい、内ももが。と、はい、40秒経ちました。よし、最後寝転がっていきます。かかととかかとをつけたまま足をちょっとこうひし形にします。上げてひし形、上げてひし形。40秒いきます。いきます。よーい、スタート。これはちょっと疲れてますね。ちゃんと効いてるってことです。単純に疲れてますね。やっぱどこ一番効きますか？内ももですね。いいですね、はい、内ももにやっぱ効くっていうのが何よりもベストですからね。そうです。これもう
きつくてできないって人はもうやめちゃってください。結構骨盤底筋内転筋かなりアプローチしてるんで、うんうんうん、できる人はこれも一緒にと。はいはい、今手までつけて、はい、いっぱい動かした方が疲れないからね。意識を分散させて、そう、はい、もうちょっとです、頑張ってください。はいはい、と、はい、40秒経ちました。 OK です。皆さんお疲れ様でした。9月の中旬に内転筋を鍛えるアイテムをテレビで紹介したんですけど、あれで内転筋をグーッと震わせることでウエストがマイナス8センチになった方とかいらっしゃったんですけど、今回の内容でも骨盤底筋をしっかりアプローチできるのと内転筋にもアプローチできるので、ウエストの引き締まる効果や女性のトラブルなどにもとても効果的ですので、ぜひこれを続けて若々しいお体を手に入れてください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピュランス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思い動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。